皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日はですね、お二方よりメッセージをいただいてまして、そしてそのメッセージが関連性のあるものですので、本日特別版といたしまして、お二方のメッセージを扱わせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。とのことでして、早速いきますよ。じゃん。ペンネーム、ハリュリュンさんよりいただきました。今日は質問じゃないです。先に謝っておきます。今日は久々の仕事休みで、気が緩んだのか呼吸が苦しくて頭がぼーっとしてしんどかったけど、貴重な休みだからと風呂掃除と洗濯と家の掃除とご飯作り頑張りました。頑張ってたらいつの間にか呼吸器収まってました。調子悪くても家事頑張ったので褒めてほしいです。こんなお願いでごめんなさい、とのことですよ。いや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 、すごいじゃございませんか。その頑張り、僕はとっても素敵だと思いますよ。やったー。はい、そうですね。僕はですね、思っているのですけれども、そうした頑張りというものは結局自分のところに戻ってくると思うのですよね。ですから頑張れば頑張った分だけその方のプラスになっていると思います。はい、ですからとってもその頑張られた分返ってくると思いますよ。ただですね、本当に体調不良、これにだけは無理はなさらないでくださいませ。休まれる時にはどうぞお休みになってくださいませ。本当にそこはよろしくお願いしますね。ですから頑張られたハリルンさん、とっても素敵だと思います。はい、そしてですね、そんな頑張っていらっしゃるハリルンさんに早速お便りいただいてますよ。ではお読みいたしますね。じゃん。ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。メッセージ、リス君のスタジオにカメラが増え、リス君がアップで見れるなと思うと同時に、そういや数台のカメラを使って野生のリスを追うゲームがあったなぁとも思いました。おめでとうございます。そしてハリリュンさん、丁寧にアプリを教えてくださりありがとうございました。なんとかなってます。今回の一言は今の状態を表したものです、とのことでございますよ。ハギリュンさん、おはぎさんよりお礼のお言葉いただけました。じゃあ僕からもハギリュンさんにお礼を言わせてくださいませ。おはぎさんにそうしたアドバイスくださいまして、どうもありがとうございます。もう早速お礼の言葉という、そんな素敵なことが返ってきたではございませんか。いろいろなお気遣いをされるハリリュンさんにはやはりそうした素敵な事柄が戻ってくるのだと、こうして証明されたことと思いますよ。はい、なんだか素敵ですよね。こうしてお便りが輪になりますこと、僕は嬉しいですよ。そしてあれですよ、なんだか気になるお言葉入ってましたね。その野生のリスを追うゲームがあったっていうこと、それちょっと僕からしたら怖いですよ。その数台のカメラを使ってのなんだか怖いですけれども、大丈夫なものなのでございましょうか。なんか心配ですよ、仲間が危険な目に遭ってないかと。あとはですね、そうですね、なんとかなりましたこと、とっても良かったですね。アプリの件、やはりハリリュンさんのアドバイスが生きてのことだったかと思いますよ。なんだかそうですね、僕は蚊帳の外じゃありませんか。よく考えましたら、こうして考えますと
何もアドバイスもできませんでしたしね。ですのでなんだかちょっと蚊帳の外感はありますが、ただただこうしてお便りの輪が続きましたこと本当に嬉しく思いますよ。では本日いただいたおはぎさんよりの一言拝見したいと思います。じゃん。わあ、なんかちょっと語呂がいい、語呂がいいを一言になってると思いますよ。語呂がいいを一言に、そうですね、これを簡単にご説明しますと、うわ、これは難しいな。あれですね、暑い季節によくぴったりな飲み物、はい、これがついに終えられたと、そういうようなことでございましょうか。はい、そうですね、おはぎさんにはそれがもう終わりとなったのでございますね。そうですか。僕は今年は飲むことはありませんでした。ですからそうですね、ちょっと確かにその季節に飲みたくなるものではございます。ですから嬉しいですよ。あ、嬉しいじゃなかったですよ、羨ましいですよ。本当にそういう夏気分が、あ、言っちゃいましたよ。これちょっともうここまで僕コメントさせていただきましたので、 NG はなかったこととお願いいたしますから、ちょっとだけ言っちゃいました。はい、暑い季節のこと言っちゃいましたよ。はい、どうかお許しくださいませ。そして改めてお礼させてくださいませ。ハリュリュンさん、おはんさん、お便りありがとうございます。とっても嬉しいですからとのことでして、もう行かせていただきますね。おはぎさんよりの一言、ではでは行きますよ。おはぎさんよりの一言どうぞ。夏最後のサイダー。